次にマップ7、イベントが発生すると。なるほど、ちょっとやっていきましょうか。お、僕はこの右下の青ですね。私初期で4ゴールド、赤が3ゴールド、緑が6、紫4。まあぼちぼちって感じですね。上行ってもいいんですけど、とりあえずお金がないうちはやっぱり海っぺりの方が船出せなくて守りやすいんで、そっち下先取っちゃいましょう。で今3か3だったら上かな。こうなんか初期の時に陣地を取り合って初めの体制を決めていくっていうのは面白いものがありますね。さあ紫の国をガンガン攻めましょう。よいしょ、これでいいかな。赤い国が攻めてきたら怖いですね。どうしようかな。ひとまずここは外壁で全部固めちゃいますか。ちょっと安定を取りに。で、下の領地もちょっとゴールド1とか余ったら下ちょこちょこ取ってって。ああ、戦闘が起こって領地がなくなってますね。なるほど。ということは、今緑がお金持ってるから、よし。さあ、これでどんどん緑の家取ってきましょう。これ、やっぱお金になるとこなんで。よいしょ。よーし。じゃあ、ここはもう外壁にしちゃいましょうか。で、この外壁で耐えれるとこ耐えてもらって、とか言ってると紫結構勢力拡大してますね。いや、まずい。これ右下なんかすごいことになっちゃってるな。いや、とりあえずは一回紫戦に耐えましょう。紫に完全に耐えれるようにして、で、左上の緑は外壁一つでどうにか保ってもらいましょう。いや、紫家建てまくりですね、これ。ちょっと大学建てたいんですよね。よいしょ。で、ここ外壁で囲んじゃって。よいしょ。いいですね。これでちょっとリサーチポイント貯めて、まだ大学2つ建ててるの僕だけなんでね。あ、でも紫結構持ってるな。まずいな、攻め込まれると。外壁だけ取り残せるようにしちゃいましょうか。よいしょ。3つ領土取って、もうどんどん置いちゃいましょう。大学潰れろ、潰れし、よーし。で、こっち下もどんどん攻め込んで、赤とはちょっと仲良くしたいな。できれば赤とは仲良くしておきたい。よしよし、これで紫だいぶ勢力がやばい。赤仲良くする気ないぞ、これ。赤全然仲良くする気ないな。これ意外と紫お金持ってるパターンですかね。まあ下はちょこちょここうやっていけば、まあお金稼げるんでよしとして、で赤攻めてきてますね。だいぶこれ邪魔だな。よいしょ。でここ固めちゃって、で外壁一応立てていきましょうか。やっぱ怖いですね。村はいらないかな。ちょっと大学潰しちゃおう。よいしょ。大学潰すって俺人生で初めて言ったかもしれない大学潰すなんて普段生きてて言わないですからね。いやー怖いな、すごいな、激化してるな。意外とシュールに見えてこれ面白いですよ、このゲーム。ほんとよくできてる。よくですごい上から目線だな。よくできてる。うん、でも本当に面白い。さあこれでちょっとガンガン進みましょうか。右はなんだかこの外壁というか城壁というか、未だに名前の定まらないこの防御のやつ。この防御のやつでちょっともう、どっちも進めない状況なんで、だとちょっと拉致開かないんでね。あ、やばい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 。こういう基礎のところは大事にしていきましょう。よしよし。まあ、多少ね、一旦お金、貯まった分全部使っちゃったとしても、やっぱ丁寧にやっていくっていうのが大切なんで。よいしょ。お、次リサーチポイント10になりますね。さあリサーチポイントで何を、ああ、左下すごいことになっちゃったな。
やばいですね、これ。さあ、リサーチポイントどうしましょう。さあ、ここはじゃあ、新しく出てるこの船と家、どっちかにしたいんですが、この敵の防御の硬さじゃ無理なんで、一応兵隊アップグレードしたんですけど、これでどれだけ敵の外壁を崩せるかちょっとやっていきたいと思います。まあとりあえずじゃあ左下を安定的に取って、よいしょ。ああ、結構簡単に左下今取れましたね。よし、じゃあ赤の領地攻め込みましょうか。いけ、ガード。あ、でもいけるな。強い強い。あ、これは強い。これやっぱアップグレードしたもん勝ちみたいなとこありますね。さあ、ちょっと右上のとこ行きましょう。よいしょ。あー、強いな。これ兵隊アップグレードしてガンガン攻めるか、外壁アップグレードして守りに入るかっていうどっちかですよね。多分外壁の方が強いと思うんですよね。やっぱりこうお金で攻め込むので、やべ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 、お金で攻め込むゲームなんで、どん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 お金は貯めてった方がいいんで、とか言ってたらもうこんな攻め込みましたね。これ一気に取れるんじゃないですか、赤。さあ、一つ潰して、あ、すごいすごい、アップグレードした甲斐があったぞ。もうこれあと緑叩くだけですね。よいしょ。あ、これいけちゃう、いきますよ。よっ。いった、すげえ。アップグレードした兵隊、ほんと強いですね。じゃあ次行きましょう。マップ8。サムタイムズなんですね。なるほど。え、てか僕、ここじゃないですか。ここじゃねえや、今噛んじゃった。孤島じゃないですか。ってことは、これ一旦スルーした方がいいですよね。なるほどなるほど。でこれで溜まって、でここ取るじゃないですか。で取れない、幸先悪すぎ。とりあえずまあここを出るまでは完全に実況したいんですよね。でこれでとりあえずは下取っちゃいましょうか。とりあえず家取ってお金稼いでっていう感じで、やばいなこれ。いやー、この戦いきつくなりそうですね。まずい、これ丁寧にいかないとダメですね。ただこれ一回左の方行っちゃいたいんですよね、本音を言うと。よよ、あ、行った行った行った、これラッキーだな、これ大きい、これ大きい。でちょっと近隣諸国を取って、今まで領土とか言ってたのに突然近隣諸国とか言い始めた。まあ、とりあえずこれで、よいしょ。赤と僕がまともには戦えないか、まだ。これでだいぶいい感じにはなってきたかな。ただ相手家多いんで、ちょっとお金持ってるんですよね。まずいな。島どんどん取られてる。あ、領土侵攻された。とりあえず、取り返すだけ取り返して、で、ここ外壁置いちゃいましょうか。よいしょ、9ポイントあるんで、囲んで、よいしょ。よし、オッケーオッケー。うわーって言ったら左上せ、船で攻められたか。穴開けられちゃったな、これ。やばいやばい、左っ側すごいことになっちゃった。あー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 あああ。ああああああ、あれあれあれ、すごいことになっちゃったな。どうするか、こっから行くか。よで取って、いやーまずいぞこれ。うわー、最後全部ガードされた。まずい、めった打ちにされてる。あ、これ1個攻略思いつきましたね、ここ。僕今、僕だけなんですよ、今大学持ってんの。あ、紫も持ってますけど、まあ気にせずって言うけど、僕今リサーチポイント8なんで、
あと2ターンどうにかしてしのいでお金を貯めた上で一気に歩兵で攻め込むと。ここ取れればでかい。よし取った。で上の家を全部取ってよしよしこの外壁を置くと。で1使って適当に攻め込んで、やばいですよこれ。相手ゴールド41とか40とか出てますよ。よし持ってくれてる持ってくれてる。これはでかいこれはでかい。家が何軒か残れば全然あり。よしよしこれでリサーチポイント9。あと1ターンしのげば大丈夫と。これ貧困生活きついな。いやー赤強すぎません？これ結構難しいですよこのゲーム。よしこの絶望的状況からこのリサーチポイントの力で勝ち上がる。よし軍隊をアップグレード。さあまずは敵に大学があるのは邪魔なので、よいしょ、よし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 、これでどうにかして敵のこの、やばいな、お金持ちすぎだろ。やばいやばい、どん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 取られてる。これまずいぞ、領土2つで逆転できるか。いやまずい。これあ終わった、これ終わった。やばいパート2にしてこれ死ぬぞ、これ死んじゃうぞ。死んだー。あ、もう一回できるんですね。よかったよかった。じゃあちょっと次のパート行きましょうか。ではまたお会いしましょう。